です。今日は、こんな感じでちょっと軽く、この後、目の下のあたりちょっとこうファンデーションとあと眉を描いて仕事をしたいと思っています。全体的に、ちょっとこう黄色っぽくやってきたかな。右のこの辺りはちょっと少し薄くなってきました、ですけど左はまだまだ、特に昨日とは変わらず日に日に良くなってくれることを、願ってるというか、早く通常に戻りたい。で、ちょっとうっかりすると忘れてる時に、なんてことない時にちょんとこう擦っちゃったりする時があるので気をつけたいと思います。はい、今日で5日目です。おはようございます、さくらです。6日目の朝になります。また今日もこれから仕事なので、この後またメイクをして、明日やっと抜歯です。はい、さくらです。今日はとうとう抜歯ですね。はい、この1週間やっぱりいろいろ思ったのは、ついついこう耳とかちょっとかゆかったり、鼻がちょっとかゆかったり、こう人間ってこうちょっとこういろんなところやっぱり触っちゃうんだな。で、目もやっぱりちょっとこうちょっとこうかゆかったりすると、つい手がいってしまう感じで、いけないっていう感じでしたね。もうやっとこれ鬱陶しいのが外れるかと思うと、本当にまた抜歯をしたら動画撮ります。では行ってきます。はい、さくらです。抜歯してきました。まだしっかり傷はあって、こうするとまだちょっと痛い感じがしています。これでね、やっとすっきりしました。チクチク感がなくって、抜歯の方はもう本当に先生がね丁寧にやってくれて、ちょっとチクチクとしましたけど、手術前とか手術中とかすごい緊張していて怖くて、なんかもう手術台にね寝てる時からもう肩こりとかもしちゃって、もう不安だし、なんかあまりいろんなことは聞けなかったんですけど、左目今日はねちょっと先生にいろいろ話を聞いてきました。左目はもうまぶた 1.2 センチぐらい切除したそうです。右目は8ミリぐらいって言ってましたね。パチンパチンパチンと止めてた感じがあるので、すごい私の行ったクリニックではもうレーザー治療がすごくて、もういろんな種類のレーザーがこうダーッと置いてある感じなんで、なんか中の筋肉組織はなんかレーザーでパチパチ止めたそうです。はい、でまあ丁寧に外側を塗っていただいて、もうやっとこんな感じで、はい、どうですかね少しはマシになりましたかね。アイメイクはちょっとまだ避けたいなと思ってて、また1週間後に診察があるそうです。では、さくらでした。